2020明治安田生命 J1 リーグ第2節、いよいよ J1 も再開です。埼玉スタジアム2002から浦和レッズ横浜 F マリノスの一戦をご覧いただきます。選手たちは社会的な距離を保ちながらいつもの通路からピッチに出てきます。ちょっとあの変更点を紹介します。 J2 から J1、J3 から J2 への昇格は各々のリーグから2クラブ自動昇格します。で、交代について、まあ、これは試合に大きな影響を及ぼしますが、通常の3名から今シーズン交代枠5人可能です。それではフォーメーションで両チームのラインナップを紹介します。西川がゴールを守り、橋岡からトーマス・デン、岩波、山中と並ぶ4バックです。長沢、青木、柴戸、ゆるきの中盤、まあ、前線は興梠、杉本がこの再開初戦の先発2トップに任命されました。アウェーの F マリノスのラインナップです。ゴールキーパー梶川、入ったばかりの小池龍太、天野とともに同じロケ連からこの中断期間に加わりました。サネと畑中、ティーラトンの最終ラインです。木田、大木原が最終ラインの前で睨みを利かし、3トップの後ろに天野潤、中川、エリキ、遠藤を前線に並べました。ポステコグルー監督です。さて、ゲームに向けて医療従事者への感謝を伝えるセレモニー、両チームのイレブンがサークルに整列してこの後拍手を送ります。やり直して逆サイド、ゆるき、山中が内側を上がってきた。カットインから小池がついてくる。山中シュート飛んできた。ゆるき、カットインから小池がついてきましたが、右足で痛烈なシュートを打ってきました。そこヘディングシュートだ。これはヘディングで逃げました。遠いサイドにボールを伸ばして杉本がヘディングでアプローチ。まあ、両チームともにですけど、キッカーのやっぱ質が高いですから、はい、セットプレー攻撃が非常に有利ですね。ちょっと青木が前に出て間合いを詰めます。大木原、タッチラインで中川、マッチアップしたのはゆるき、入れた。大木原入れて天野の折り返し、これはチャンスでした。 F マリノス、大木原が懐にズバッと入れてきました。カットイン、ゆるき、中川寄せましたがノーファール。西村主審がおっと前に止めた。橋岡折り返し、セカンドボールはいいレアシャドウ、右足で長澤だ。ナイスキーパー、長澤のミドル、梶川のボールキャッチ。あの杉本が走りながら、まあ情報を伝えたからわからないんですけど、はいはい、柴戸にちょっと待ってもらって外側から左からこう出ていくと 2-1 つけたら大きく来ましたね。スルーパス来た、チャンス、エリキ、ライン破って、エリキだ、決定機、F マリノス。展開が早いですね。はい、今のは小池からですか。はい、あ、いいパス出しました。コオロキのパスから、さあサードでしょう、勝負、ゆるき、か山中外、ゆるきシュートだー、わずかに右、これは鋭いカウンターをお見舞いしました。浦和なんかゴール半個分ずつぐらいずらしながら抜き切る前に打ちましたけどね。遠藤、今のやっぱりボールがなかなか出せないんですけどね、センターバックからね、はいはい、ロスト仕掛けましたが、さすがエリキ頑張ったぞ。エリキでチャンスだ、エリキだ、マイケル、なか
中がフリーだったんでもう大声で呼んでましたけどね。エリックからするともう自分がっていうところで振り抜きましたが、さすがキーパーでした石川。1回ね、頓挫しかけたんですがエリキが諦めずに動いたんでチャンスがまたできました。 F マリノス、柴戸ダイレクト、もう行ってからワンタッチは橋岡です。さあ関根マイナス、橋岡のシュート、まあ、あるいはクロスだったのか、まあ、いずれちょっとゴールを脅かしました橋岡。キラ準備完了、蹴るのはマルコスジュニオール、奥まで置いてきました。ヘディングシュートは枠の上、まさにチアゴ・マルチンス。これはエリキです。そのティーラトンの浮き球を止めてエジガルジュニオ、エジガルジュニオ、おいた真ん中で木田パス、左足中川が打つ、うん、だんだんと得点の匂いがしてきました、はい、エクバリノス、まあ、展開で考えると、はい、山田が対応するのは縦方向だということでうまくずらして打ってるんですけどね、はい、です。もうワンチャンスあるかどうか、おエリキパスをした、水沼が出てきた、水沼、足元、マルコス・ジュニオール、チャンスはエジガル・ジュニオ、エジガル打つ、いやー、よく止めた、すごい、ガッツポーズ、ボールが出てくるとか見えなかったんじゃないですかね、最後まで石川集中します、早くコーナーに集中しろという指示、扇原、畑中、エリキ、外から。これで西村主審の長い笛が鳴りました。バッタリ倒れたのは橋岡とデン、ということで、まあ、見応えのある攻防を両者繰り広げましたがどちらも得点なく0対0でゲームは終了しました。